破40勝到達。ソフトバンク阪神1回戦、ソフトバンクが阪神に2対0で勝利。ホークス勝った場合、オスナ用やった。今日は若々と投手やな。広瀬よく打った。40勝一番乗りだ。阪神負けたで。なんとかならんか阪神打線。寝るガチャ失敗。今週3回目の無得点試合、ちょっと異常やで。これ阪神先発伊藤、8回2失点。ひとまさすまんな。たまに悪いとまさの一発ではあかんな。打撃陣はいとまさに謝らないかんな。ソフトバンク先発モイネロ、7回無失点。モイネロの三振昇格系は。モイネロ6回で5度の得点圏用しのいだわ。モイネロは先発で手を抜くのがあんま上手くないのか。ソフトバンクオスナセーブ。オスナ最初よりはだいぶ頼れるようになったな。オスナ良くなってる。さすがオスナ文句ない4本。ソフトバンク打撃成績。広瀬先制ツーランホームラン。広瀬プロ初ホームラン。広瀬最高のタイミング、最高のホームラン。広瀬覚醒しすぎ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。